中日福谷に活躍してる人ほど練習してない。じゃあ練習をやめてみるか。結果、もっと自信を持ってやったらいいじゃないかと諭されたという福谷は、語弊があったら申し訳ないが、自信がある人というか、長く一軍で活躍されている人ほど旗から見たら練習していない。でもうちの若い選手や自分も頑張って歯を食いしばって練習するが、練習すればするほど逆に自信をなくしているんじゃないかという見方もできる。結局不安があるからということで、じゃあ思い切って練習をやめてみるかというを決し、投げる量を減らしたり出力も抑えたという。なお余計不安になりそう。研究者っぽい思考やな。 1.2回34球、被安打5、失点3。ガチで迷いがあるやん。とりあえず細川に焼肉をこれ、細川に飯をおごれば打ってくれるぞ。福谷のこういう研究者肌なところ好きなんだけどな。妹も面白いし、なかなか結果に結びついてないのが悲しい。割とおもろい着眼点だと思う。まあこの人の場合は過去にオーバートレで体壊しかけたことあるから、とりあえず自分のペースでやれいいんじゃね。実際ダルは筋トレ減らしたしな。不安によるオーバートレはあり得る。